福テレ防災ラボです。地域密着型のですね気象防災情報発信基地防災ラボです。えー、今日のメニューはですねこちらです、はいえー。大変今日花粉が飛びました。うんはい、あのー、私は今日はですね目に来てますね。ショボショボですね。ショボ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 しちゃって大変なことになってますが、うん、皆さんはいかがでしょうか。週末の予報を少し修正します。はい、そして最新の1ヶ月予報。 結構驚きの1ヶ月用が出ました、はい、これあのね気象予報士としてあの1か月予報のデータとして、はい、いろいろ毎年見てるんですけど、うん、あこんなデータこの季節に見たことないっていうデータ出てきました。 後ほど紹介をしたいと思います。はい、で今日もですね、津、え、波、ー、防災ウィーク防災のことを教えて、はい、斉藤さん、たくさんの人があ参加していただいております。はい、あのー、午後7時半からですね、うん 1>, えー、1時間後には始まりますので、はい、ぜひ皆さん YouTube ですよ、すね、YouTube の福テレ公式チャンネルにアクセスをしていただきたいと思います。お待ちください。お,、ま、お待ちください。お待ちしております。お待ちしております。今日ちょっと日本語が変なんで失礼いたしました。<laughs> えー、さて、えー、皆さんからいただいたです、ね。 ソラネットなんですが朝と昼の表情が違います、まず朝です、車のフロントガラスに降りた霜がきれ、はい綺麗ですね、んなんか本当にあの模,様模様みたいですよね、はですは、ね、フロントガラスがガチガチに凍りつきました、そして霜柱が結構立ちました。はい、<あ>見たたことないです来た沖縄出身子さん <laughs> 霜柱見たことない霜柱はないですからね雪も降らないしね沖縄はこの霜柱を踏みながら登校するので結構楽しかったりするんですけれども朝早く起きなきゃだめですから会津若松市、飯豊連峰これもね会津地方のふるさとの景色ですよ春が来たなそして遠くの方に綺麗な雪山が見られる会津の原風景だと思います。そして日中は暖かかったのでちゃんが 日が当たってとっても暖かいですペットたちは日向ぼっこしてます、うん、気持ちよさそうワンちゃんもいますそしてこれすごく優雅マ、はいまま、ママリンさん天気がいいのでベランダでランチしてあいいですね <laughs> 南アイズ1ヶ月前は考えられなかったと思いますけどね,ね大雪でえそしていわきでは梅の香りがスーッとします、はい、そして桜桜の情報後ほどやりますねいつ,か、はい、つぼみが膨らんできたおそしてつくしも発見したはい。ねえ春が ね、いよいよねえもう来てるんですけど、はい、いよいよ本番という形になるんだと思います、うん、さあ、明日なんですけれども、はい、さらに今日よりも暖かくなるんじゃないか、皆さんにですね空気の流れを見せて、見ていただきたいと思います、はいえー、南の方からほら、来てるでしょ。はいね、伊豆の方から福島に 風の流れがあるんですよ、はい、伊豆、今、河津桜満開ですけれども、はいはい、そんな春満開の伊豆の方から福島に流れてくるわけだから、当然、明日は暖かくなるということになります、そこで気になるのが、ですね花粉のチェックシートなんですけれども、はい、ちょっと金子さん、持ってもらってていいですか。はい 明日ももう確実に気温が10度以上。はい、そして沿岸部の方、海沿いで少し風が強いかな。はい、それから日照たっぷり。四、うん、つのうち三つて当てはまる。当てはまる。ということでですね、明日は花粉今日よりも、はい、今日昨日は今日はですね、昨日の三倍でしたけれども、うんえー、明日はですね、もっとより飛ぶということになりそうなんですよね。はいしえー、そしてその後なんですが、はい、ただこの南風というのは、えー、冬を連れてきます。うんえー、明日 まだ寒気は入っていませんがあさって土曜日になるとほら、<あ>午後から入ってくる寒くなるんです、つまりですね明日のぽかぽか陽気というのは週末、寒くなる前の前触れだと思っていただきたいと思います、うん、明日の天気です。 えー、明日は会津でも十二度まで上がるんですよね。暖かいですね。暖かいですよね。あのね雪がなくなるところも出てくるんじゃないかと思います。そういうの忘れた。明日二十四節気の一つ慶七なんですけども、はい、昆虫は十度以上で発発育します。十、はい、度以上で元気になるんで、うん、もしかしたら昼なんかちっちゃい虫とか天敵虫とか出てくるかもしれません。<laughs> ただ夜寒くなるんで出てきたことを後悔すると思います。はい、えー、そして中鳥の北部です。えー、今週一番暖かい日、はい、伊達市十八度です。そこまで上がりますか。 だから朝ダウンジャケットとか着ていくと邪魔になっちゃうんで、うん、朝、玄関出てあ上着1枚でいけるかなって人は1枚で行ってもいいのかなと思いますね。えー、夜ちょっと寒くなりますけども、えー、夕方までに帰ってこられる方はコートいらないと思いますね。えーえー、そして中通りの南部ですえー ただやはり南風が吹くので花粉大量飛散条件が揃いますね、はい、えー、特にいわきに近いですねえー、中通りの南部とかえー、そういう方面は花粉の大量飛散に気をつけていただきたいと思います朝はフロントガラスが今朝のように凍ります、はい、そして浜通りです、えー、晴れるのは明日までで週末は残念ながらパッとしない天気になるのではないかということなので明日の晴れ間皆さん有効に使っていただきたいと思います、はい、さあ 桜のことをちょっとやろうと思うんですけれどもこちらでございます、えー、出会いの春別れの春、うん、名残行きは桜の通う川ということなんですが、はい、何の一ヶ月予がすごいのかというとこれ向こう一ヶ月の上空の気温の平年差なんですが、はい、まああの週末少し寒くなる予想なんですが、うん、その後どうですか金子さんもう赤い真っ赤でしょう。一ヶ月予でこういうふうに、はい 極端に高く出ることってすごく珍しいんですよ<ー>ということで桜の開花こうなると思いますこちらは去年観測史上最も早く咲いた桜3月28日でございました、はい、でこちらでございます、えー、ウェザーニュース4月1日ウェザーマップさんが3月29日と予想しております、はい、で桜の開花というのは600度になると2月1日から開花いたします、うんはい、これがずいぶん早くなる、はい、私の予報はズバリ 大穴でもなんでもないですよ<ー>3月26日金曜日と予想しておりますそれでは週間予報を見てみましょうということで週末少し寒くなりますが、はい、来週もまた14度、17度どうも暖かくなりそうですね1区はこちら春風に桜のつぼみ柔らかく福テレ防災ラボでした